皆さんこんにちは。ワンナップトレーナークレアです。先週1ヶ月にわたるケトジェニックダイエットがようやく終了になりました。今まで食べたかった炭水化物もこれからようやく食べれるんですが、皆さんも炭水化物普段摂ってると思うんですが、本日はコンビニでダイエットに適した炭水化物をご紹介していきたいと思うので、興味がある方は最後までご覧ください。ようやく1ヶ月間のケトジェニックダイエット終了しました。イエイ。糖質食べれる。はい、ケトジェニックダイエットを終了してちょうど1週間経ったんですが、この1週間結構好きなものを食べました。ラーメンだったりとか、丼物だったりとか、甘いものだったり、結構好きなものを食べました。そしたらですね、プチリバウンドしました。イエイ。もう本当にいいですね。今回こそはと思ったんですが、やっぱりこの1週間結構好きなものをね、食べ続けたら2キロぐらい体重戻りました。まあ、完全に戻ったわけじゃないんでプチリバウンドって言ってるんですが、まあ、このままじゃやっぱりいかんなと。まあ、好きなものだけ食べてたらそれは太るということでですね、やっぱこれから食生活をまあしっかりと正しながら、体重をですねある程度維持していきたいなと思います。そのためにはね、炭水化物、これからしっかり取りながら体重をね、キープしたりとか、落としていきたいと思うんですが、まあ、どんなものを選べばいいかということで、皆さん結構ね悩む方も多いと思うので、本日は、コンビニで選ぶべき炭水化物をご紹介していきたいと思うので、そちらをですね、見て参考にしてもらえればなと思います。それでは今日はまず3つの、商品を持ってきたのでご覧ください。早速ご紹介していきたいと思うので、紹介する商品はこちらです。こちら、この3つですね、本日はご紹介していきたいなと思います。まず1つ目に紹介するのがこちらです。ファミリーマートさんが出しているスーパー大麦を使った夢うかりの、おにぎりです。こちらの商品の一番のポイントは、こちらスーパー大麦を使っているというのが一番のポイントになってきます。これはですね、約もち麦のですね2倍ほど食物繊維が多く含まれていると言われているので、まあ、よりですね血糖値の上昇を抑えたり、満腹感が高かったり、そういうところでですねダイエットに適した商品と言えます。この味に関してはいくつか種類があるので、まあ、そこの部分はですね、皆さんお好みで選んでもらえればなと思います。まあ、個人的には夏なので、まあ、さっぱりしたものが食べたいと思うことが多い分、夢ゆかりが、すごくおすすめです。この後実食していきたいと思うので、そちらもご覧ください。それでは2つ目になります。こちらですね。セブンイレブンが出している、タンパク質が取れるチキン&卵ということでですね、まあ、タンパク質がメインの、食材にはなるんですけれども、まあ、こちらパンになっているので、まあ、時間がない方とかね、こう分けて買って食べるとかって結構めんどくさい方も多いと思うんですが、もうこの一つの商品でタンパク質も 24.9g 取れますし、炭水化物もですね、量が 28.5g、 脂質が9.6g と非常にですね少ない値となっているので、もうこの一つの商品だけで、まあ、1食分のねタンパク質だったり炭水化物も取れてしまうという、非常に手軽に、炭水化物とタンパク質の量を一気に取ることができる商品となっているので、こちらも食べてですね味を確認していきたいと思います。前に鈴木トレーナーブログで上げてましたが、まあ、非常に美味しかったとあげていたので、まあ、食べてみてね感想も伝えていきたいと思います。それでは次ですね。そして最後がこちら、セブンイレブンさんの豆大福になります。和菓子ですね。もうダイエットといったらですね、甘いもの
絶対食べたくなります。まあこの1ヶ月間もすごい食べたかったんですが、まあ、その後ねこう洋菓子とかケーキ食べたいなと思いながら先週までは食べたんですが、まあ、これからね体を絞っていこうと、まあ、維持していこうと思ったら絶対和菓子がおすすめです。まあ、なぜかというともう圧倒的に脂質の量が少ないです。和菓子は洋菓子と比べて脂質の量が少ないのでダイエットをするには和菓子が一番適してます。こちらも今から食べていきます。はい、以上3つ今お伝えしていった商品になるんですが、まあ、実際味がどうなのかというところですね、今から食べてみていきたいと思います。まず食べていきたいのは梅ゆかり。もちろん食べたことあります。食べたことあるんですが久々に食べます。味がどんなだったのかなというのをちょっと皆さんにもお伝えしていきたいと思います。中はねこんな感じで見てもらうとですね、こう大麦、ちょっと色が違うこの茶色のですねものが大麦になりますね。じゃあ食べていきましょう。うん、さっぱり、めちゃくちゃさっぱりしますね。もう今家の中なんでクーラーついてるんでそんな暑いなって感じじゃないですけど、まあ外行ってね汗かいて暑い状態でもうなんか油っぽいものとかあんまり食べたくないと思うんですよね。まあ、そういう時は、まあ、こういう入ってる具材がさっぱりしたものの方が絶対食べやすいので、まあ本当おすすめです。あとは食べた時の食感がスーパー大麦はプチプチしてる感覚、すごくですね咀嚼が多くなる、食べ物にもなってるので、その分満足感だったりとかあとは満腹感が得やすいので、まあ、本当におすすめです。うん、おいしい。次はこちらチキン&卵。これはね初めて食べます。鈴木トレーナーがおすすめしてたので食べてみようかなと思ってたんですが、こちらをね味を確かめましょう。こんな感じです。中はねすごいしっかりタンパク質が、タンパク質じゃないですね、チキンがですねぎっしりですね。じゃあいただきます。うん、うん、美味しい。うん、大抵こういうものって脂質が結構入ってないんですよ。これ入ってないんですけど味がしっかりしてます。中のソースが、うん、こういう何ソースだろうな、ちょっとトマトベースでちょっとピリッとするような辛さもあるかな、なんか味がちょっと質素なのかなと思ったらもう全然脂質が 10g 以下とは思えないぐらい味がしっかりしてますね。うん、うん、ふん、これもバッチリ。さて最後豆大福いきます。食べたかった久々っすね。これ食べるのも半年ぶりぐらいですね。それぐらい久々に食べます。見てください、もう豆ぎっしりっすね。はい、じゃあ食べましょう。いただきます。まっ、まっ、マジでうまいですね。もうこんなにあんぎっしりなんですよ。で豆もねたくさん入ってて、なんか洋菓子食べるのとはやっぱまた全然違う美味しさですね。
やっぱりこのダイエット中とか体絞ってる最中ってそういう甘いものが食べれなかったりする時が多いんで、もうこの甘さを知ったらもうやっぱ和菓子好きになりますよね。あのダイエットしてない方とかが洋菓子大好きっていう方もですね、あの制限かけてる時に食べれないとやっぱ和菓子絶対食べたくなるんですよ。もう今まで甘いものが好きじゃなかったっていう方もですね、特に鈴木トレーナーなんかはもともと甘いもの好きじゃないっていうタイプだったんですけど、コンテストに向けて減量を始めてからこう和菓子とかめっちゃ好きになってったタイプなんで、あの人の味覚はねこうダイエットし始めると変わってくるので、まあ、和菓子も好きになった方がね絶対痩せやすいです。でセブンイレブンの豆大福おすすめです。やっぱり美味しいです。うん、美味しい。以上が今回ご紹介する商品でした。今回ご紹介した商品はお近くのコンビニでも簡単に手に入る商品となるので、ぜひ気になった方は一度お試しください。今まではケトジェニックダイエットで1ヶ月間糖質は全く取らずに、ダイエットを行ってきましたが、糖質はですね、皆さんダイエットにおいてすごく悪なイメージがあるかもしれないですが、むしろボディメイクやダイエットに関しては糖質はむしろ正義となりますので、物をしっかりと選びながら、そして適切な量を取りながらですね行って、健康的な、そして自分のなりたい、体を目指して、ボディメイクやダイエットに励んでもらえればなと思います。今回の動画は以上となります。それではまた。